はい、皆さん、こんにちは。会長、木庄です。今回ですね、マリアをやっていこうと思います。マリアっていうか、アタッカー3連続なんですけど、なんか、リプレイというか、残ってるのが、たまたまマリアだったんで、これいつのリプレイかわかんないんですけど、マリア用に撮ってあったやつなんですけど、見ていこうと思います。まあ、デッキはね、まじまじ、緑ディーバ桜。で、まあ、レベル固定なんで、まじまじでいいかなって。マリア結構お母さん積みがちなんですけど、まあ積んでもいいんですけど、まじまじも強いよっていう。まあ大会とかだと、まじまじとかなんか、いるかな？わかんないですけどね。あんま最近マリア見ないんですけど、まあやるなら強いかなって思います。で、ここはしっかり、まあ、マジスクかけてレンジだったんで、まあ、据えましたと。で、マリアはやっぱ、足が遅くて、で、耐久も言うてそんな高くはないんで、ちょっと使いづらくて、まあ、PS がいるっていうのもあるし、なんか立ち回りの理解とか、マリアならではの動きとか、多分あると思うんで、結構難易度高めですね。ただ結構強いかなって思います。弱くはないかな。まあなんか編成をしっかりすれば強いって感じですね。野良とかだとちょっと微妙にですけど、まあ、味方の編成の兼ね合いとか、ちゃんとマリアを生かした編成組めば強いと思います。ヒーローアクションが引っ張りハンティングで、まあ、引っ張れば攻撃上がるんで、まあ、定数でも引っ張れば、まあ、倒せるようにはなるみたいな。で、ヒーロースキルが、引っ張りハンティングというか、まあ、竜巻ですね。ギルガメッシュの、引っ張りの、ちょっと、もっと引っ張るバージョンみたいな感じです。まあ、相手のヒーロースキルに合わせたり、割となんかディズマリアとか、あとリンマリアとか、いますね。リンマリアとかだと、あとマリアの通常が強いんで、リンバフと合わさると、やっぱ、まあ横通っただけでやられちゃうみたいなレベルで軽く高いですね。で、ここはアデルミンの HS に合わせて C を取っていきの、まあここは吸えなくても、僕に注意を向けてくれたり、僕に攻撃してくれたり、まあダメか把握だけでちょっと時間稼げるんで、っていう感じのヒーローアクションです。で、メダルは、剣メダル、全振りでいいんじゃないですかね。足もともと遅いんで、別に足メダルいらないかなって、個人的に思います。だから研究が最強なんじゃないですかね。というわけで、1戦目は、まあなんかマリアっぽいことできたんじゃないですかね。なんか引っ張ってみたいな。はい。まあ3キルなんですけど。はい、次いきます。で、マリアが味方に来ると、結構周りの味方もね、あ、野良の話なんですけど、立ち回り変えなきゃいけなかったりして、まあ、固定で変えるのはもちろんなんですけど、まあ、野良で味方がマリア来た時の、まあ、スプーとか、ガンナーの動きなんですけど、マリアに一陣触らせてあげるといいかなって。足遅いんで、ガンナーの方が足速かったりするんで、まあ、マリアが味方に来たら僕は、もうガンナーだったら二陣触ってあげたり、で、まあ、スプリンターだったら、初手敵陣走ったり、勝負したりせずに、逆に、もう一人のガンナーがヒーロースキル強かったり、マリーンとかデジとかギルとか、だったら、二陣触ってあげて、自陣安定させて、まあ、貯めて、ヒーロースキルとか、あとじわじわ、押し上げていく感じのラインを、動きにするといいかなって思います。やっぱ、アタッカーのくせに足遅いんで、ドアキャラとかとも相性はそんな良くないんで、
そうですね、援護とかできないんで、ちょっと試合のスピードが遅くなるかなって感じがしますね。で、今回はマジハタマリアで、まあ、ディーバサクラと、まあ、まあ、初手3点取れてるんで結構いい感じですね。で、味方悪いんで、ソーンが上から来てるんで、一応段差あっても引っ張れるんで、まあ、そこ結構強みですね。上手い人とかだとライステで上で戦ってる相手を下から引っ張ったりできるんで、まあ、そこは何どの段差どの距離から引っ張れるとか、まあマリアやる上で知っといた方がいいかなって思います。ここは知らないんですけどね。やっぱセイバーとかもどこから飛べばみたいなコメント欄で教えてもらったんで、僕全然知らなかったんですけどね。やっぱキャラごとにちょっとした小技というか、何知識、豆知識っていうかありますよね。こういうのもなんか僕今吸えなかったんですけど、多分吸えると思います。ここもわかんないですけど、で、グス HS は、返すものがヒーロースキルっていうのもったいないんで、サクラの上がるのを待ちます。まあ、なんかガンナーが殴ってこなかったんで、ボイドが結構生存できて、僕が後ろ目でも守りきれたんで、でソーンが HS 入ったんで、僕がヒーロースキルでソーンのあれを吸って、まあやられちゃうんですけど、セイバーが僕に入ってくれたんで、まあほぼ勝ちって感じですね。でその間にボイドが奥走って、でマリアが吸収していたんで、誰も奥踏みに行けなくて4点目も取れた形になります。はい、まあなんだろうな、倒すためのヒーロースキルじゃなくて裏取りさせて、ね、相手を引っ張る、ヒーロースキルとか、やっぱ意外といろんなことができると思います。で、そのまま3戦目に行きますと。で、最後は確か、お母さんマジスクかな。まあ、一応お母さんもやっておこうかなって。ことで。お母さんの強みはやっぱタンクとか一緒に解かせますね。防御ゼロだと、マリアの通常めっちゃ入るんで。まあ、正直、シルブレとも別に相性悪くないのかな。自分が積むのはちょっとしょっぱいんですけど。味方が積むなら全然、なんか防御ダウン系、ありですね。まあ、お母さんは自分に積んでいいと思うんですけど。で、今回はまあ、お母さんがあるんで、火力はそれで補えるんで、DY やめて家側にしてます。まあ、なんか、動きやすいようにして。で、ずっと桜使ってたんですけど、発動無が3つもあるんで、ギアメを採用してます。まあ、別にガブでも全然いいかなって思います。で、マジスクはマリア結構必須かなーって個人的に思いますね。やっぱ殴るためのカードが欲しくて、自分でスター当てるのはなかなか難しいんで、まあ積むならマジスクかなーって。まあ、今回ボイドがいるんで、ボイドにスタンかけてもらってとか、まあスタンかけても倒せなさそうな相手とかだったら一回引っ張って自分の火力上げてとかできるんで。で、ここ当たりが全然連携してんの知らなくて、あ、そろそろガード切れるかなと思って殴ってたら、全然そんなことなかったです。はい、まあ当たりのモンスター消えたんで、まあ役目は終えたかなって。まあ実質2対2みたいなもんなんで。まあ、ボイドより本当に強いですからね。防御ダウン入らない限りは、まあ、ほぼ無敵みたいな感じですね。で、当たりミリなんですけど、今倒しちゃうと、モンスターリッチで測れて、まあ、もう一回相手の攻撃ターンになるんで、なるべく放置です。
当たりのモンスター系、モンスター当たりってモンスター消えたら何もできないんで、あんまむやみに倒さなくていいと思います。まあ、どうしてもちょっとこういう風に通常うざくてうざいなって時は倒していいんですけど、で僕ここもうすぐ倒すんですけど、まあ、この場合あと35秒なんで、まあ、リッチ帰ってからヒーロースキル入ってもう一回前に上がってくるってなるともう残り10秒とかになるんで、まあ、そういう時は倒していいですね。ちゃんと時間見て立ち回ったらいいかなって。でここ属性変換してて夕が晴れなかったんでヒーロースキルが来ます。まあ、どっちにしろ味方のボイドが落ちてセイバーがシーサーってたんでヒーロースキル吐かないと取られてしまうので吐きました。で浮力にマジスク合わせてうまく倒せたんで、まあ、モンスター食らいたくなくて下がったんですけど、上身の、攻撃をされてしまうというわけで、マリアでした。まああんまりマリア僕も理解が足りないというかあれなんで参考になるか分かんないんですけど、まあ、僕の中のマリアって感じですね。というわけでご視聴ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。